歎異抄第四条一つ、慈悲に正道浄土の変わり目あり。正道の慈悲というは、物を憐れみ悲しみ育むなり。しかれども思うがごとく助けとぐること、極めてありがたし。浄土の慈悲というは、念仏して急ぎ仏になりて、大慈大悲心をもって思うがごとく衆生を利益するを言うべきなり。根性にいかに愛おし不憫と思うとも、存知のごとく助けがたければ、この慈悲始終なし。しかれば念仏申すのみぞ、末通りたる大慈悲心にて候べきと云々。第五条。一つ、親鸞は父母の教養のためとて、一遍にても念仏申したること、いまだそうらわず。そのゆえは、一切の有情は皆もってせせ正常の父母兄弟なり。いずれもいずれもこの順次生に仏になりて助け候べきなり。我が力にて励む善にても候らわばこそ、念仏を回向して父母をも助け候らわめ。ただ自力を捨て急ぎ浄土の悟りを開きなば、六道四生の間いずれの業苦に沈めりとも、人頭方便をもってまず右縁をどすべきなりと云々。第六条。一つ、千手念仏の共柄の我が弟子、人の弟子という総論の総老乱こと、もっての他の司祭なり。親鸞は弟子一人も持たず総老。そのゆえは、我が計らいにて人に念仏を申させ候らわばこそ、弟子にても候らわめ。弥陀の御催しに預かって念仏申し候る人を我が弟子と申すこと、極めたる光領のことなり。つくべき縁あれば伴い、離るべき縁あれば離るることのあるをも、死を背きて人に連れて念仏すれば、往生すべからざるものなり、何ということ不可説なり。如来より賜りたる信心を我が物顔に取り返さんと申すにや、返す返すもあるべからざることなり。次念の断りに相かなわば、仏頓をも知り、また死の恩をも知るべきなりと云々。第七条。一つ、念仏者は
無下の一同なり。その言われいかんとならば、信心の行者には天人自義も強伏し、魔界下道も生下することなし。罪悪も合法を感ずることをあたわず、所善も及ぶことなきゆえなりと、うんぬ。第八条。一つ、念仏は行者のために非行非善なり。我が計らいにて行ずるにあらざれば非行という。我が計らいにて作る善にもあらざれば非善という。ひとえに他力にして自力を離れたるゆえに、行者のためには非行非善なりと、うんぬ。第九条。一つ、念仏申し僧らえども、油薬歓喜の心おろそかに候こと。また急ぎ浄土へ参りたき心の僧らわぬは、いかにと僧らうべきことにて僧らうやらんと、申し入れて僧らいしかば。親鸞もこの不信ありつるに、唯円坊同じ心にてありけり。よくよく案じみれば、天に踊り地に踊るほどに喜ぶべきことを、喜ばぬにて、いよいよ往生は一条と思いたもうなり。喜ぶべき心を抑えて、喜ばざるは煩悩の所以なり。しかるに仏兼ねて白示して、煩悩具足の凡夫と仰せられたることなれば、他力の悲願は核のごとし、我らがためなりけりと知られて、いよいよ頼もしく覚ゆるなり。また浄土へ急ぎ参りたき心のなくて、いささか初老のこともあれば、死なんずるやらんと心細く覚ゆること、煩悩の所以なり。久遠号より今まで流転せる苦悩の旧理は捨てがたく、いまだ生まれざる安寧浄土は恋しからず候こと。まことによくよく煩悩の向上に候にこそ、名残惜しく思えども、シャバの縁つきで力なくして終わるときに、彼の土へは参るべきなり。急ぎ参りたき心のなき者を、ことに哀れみたもうなり。これにつけてこそ、いよいよ大悲大願は頼もしく、往生は欠如と存じ候え。予約歓喜の心もあり、急ぎ浄土へ参りたく候わんには、煩悩の亡きやらんと怪しく僧来なましと、うんぬ。第十条。一つ、念仏には
麦をもってギトス。不可笑、不可説、不可思議のゆえに、と仰せそうらいき。